そしたらまた翌週に30万キル貸してほしいって言い出して、だから私今週20万キル返ってくれるって話だよねって。そしたら愛してるって。まだ売れてないイケメンタレントのお写真を使ってたくさんお仕事もらえるように頑張ってますってプロフィールに書くんですよ。そしたら結構メッセージが来るんです。あとはその中からいけそうな人を選ぶだけ。選ぶ基準ですか？年配でお金と時間に余裕がある方で、そしてプロフィールに好きなブランド名とか書いてある人は成功率ドゥーンです。いえ、全然会ったりはしないですよ。約束だけして当日にドタキャンしちゃうんです。え、ドタキャンの理由ですか？急遽 CM のオーディションを受けるからって。そう言ったら怒るどころか応援してるって言ってくれますね。だからチュールはその時のオーディションのために洋服を買うからって。そしたらまたすぐに振り込んでくれます。このやり方を相手が疑うまでずっとやるんです。もし相手が疑ってきたらこう言ってあげるんです。愛してるって。そしたらまた振り込んでくれます。悪いとは思いますけど、これで簡単に稼げてしまうとやめられなくなってしまったんですよね。でもいつかは足、あ、いや後ろ足、いや前足、まあどちらかの足は洗わないといけないかなと思ってます。シャンプーで